大きい試合終わったので、もうあとは来年に向けて頑張りたいです。やっぱりリンクがすごく大きいので練習しやすいです。僕にとってやっぱりいつも世界ジュニアが控えているので、やはり世界ジュニア前の試合ってことなので、いつも気を抜かずやってる試合だと思いますね。このインターハイでやってきた課題を世界ジュニアでもしっかり出せて、今回のようにジャンプを成功していきたいです。